ベルダーブレーメンは、ドイツ連邦共和国ブレーメン州ブレーメンに、本拠地を置く総合スポーツクラブ。サッカー部門が特に知られており、トップチームは2019年の時点でブンデスリーガに所属し、これまでに4回のリーグ優勝を経験している。この他にもハンドボール、陸上競技、チェス、卓球、体操部門があり、約4万人の会員を保有している。 クラブは、ブレーメンに住む学生があるコンテストの商品としてサッカーボールをもらい受けたことを契機に1899年2月4日にフッスバルフェラインベルダーブレーメンとして創設された。クラブ名のベルダーとは市内を流れるベーザー川の中州を意味する。一方、当時のドイツ国内ではイギリス発祥のスポーツであるサッカーは非ドイツ的であるとみなされ。 トゥルネン体操運動の支持者から批判を受けたが、第一次世界大戦の勃発により多くの若者が、招集を受けてもなおサッカーは続けられた。創設以来、クラブは、高等教育を受けた男性を対象としていたが、1919 19年に、女性会員の受け入れを認めた。さらに、サッカー以外にも枠を広げ1920年に、 シュポルト・フェラインベルダー・ブレーメン・フォン1899と解消し、陸上競技、チェス、テニス、野球、クリケットなどの他のスポーツ部門が新たに設立された。その一方で、サッカー部門は1000人近い会員を有するなど、クラブにおいて重要な地位を占めていた。1960から61シーズンの DFB ポカールでは、決勝戦で 1FC、 カイザースラーテルンを2から0と下し初優勝。これが、クラブにとって、初のビッグタイトルとなった。1963年に創設された、ブンデスリーガには初年度から参加し、2期目の1964から65、シーズンには守備のようなホルスト・ディーター・ヘッド・ゲスラーを、要して、リーグ初優勝を果たした。 一方で1968から69シーズンに2位となったのを最後に成績は下降戦を下るようになり1971から72シーズンに所属選手が大幅に入れ替わったことを契機に従来の緑色のユニフォームをブレーメン氏の旗の色にちなんだ赤と白のストライプに変更しエンブレムのデザインも変更するなどのイメージ転換を図ったがこうそうせず 1979から80シーズンには17位の成績で、ブンデスリーガ2部へ降格した。1981年から1995年まで、監督を務めた夫をレイハーゲル1980から81シーズンに、ブンデスリーガ2部で優勝し1年で1部リーグに、復帰すると新たにオッ、夫をレイハーゲルが監督に就任。 若手選手のルディフェラーやフランク・オルデネビッツやトーマス・シャーフ、オーストリア代表のブルーのペッツァイや日本代表の奥寺康彦らを要して優勝争いに加わるようになったが1982から83シーズンはハンブルガー SV に1984から85シーズンと1985から86シーズンは 共に、バイエルン・ミュンヘンに抑えられ2位という結果で終わった。特に1985から86シーズンは、前半戦を首位で折り返し33節まで首位に、立ちながら最終節の VFB ・シュトゥットガルト戦で1、の2と破れ優勝を逃した。その後、オルデネビッツや、シャーフラを残して陣容が入れ替わったが新たに、ノルウェー代表のルネ・ブラツェットや若手のカール・ハインツリー、 どれらが加入、それまで、出場機会のなかった、オリバー・レックが、正キーパーに昇格し1987から88、シーズンに23年ぶり2回目のリーグ優勝を、果たした。国際舞台においても、UEFA カップ1987から88、では準々決勝に進出、UEFA チャンピオンズカップ1988から89、 では、準々決勝に進出、UEFA カップ1989から90、では三回戦で、ディエゴ・マラドーナを擁するイタリアの SSC、ナポリを下すなどして、準決勝を進出するなど、徐々に成績を伸ばした。1990年代に入るとリードレが移籍した、もののレイ・ハーゲルの指揮のもと、オルデ・ネビッツや、ブラツェット・ヤレックといった、主力選手に新たに、 クラウス・アロフスやニュージーランド代表のウィントン・ルーファーが、クアーリ・ UEFA カップ・ウィナーズカップ1991から92では、決勝戦に進出すると、エース・モナコを、アロフスとルーファーの得点で2から0と下し初優勝、クラブ初のヨーロッパタイトルを獲得した。1992から93シーズンには、 オーストリア代表のアンドレアス・ヘルソークが加入し、ブンデスリーガでは、バイエルン・ミュンゲンを退けて3回目の優勝を果たし、1994から95シーズンも2位で終えた。これらの成功は、控えめな資金投入によってもたらされたもので、レーハーゲルは、フェラーやリードレといった国際的な選手を育成する、一方で、マリオ・バスラーのような、得意な才能を持つ選手も受け入れた。 14年間の在任期間中に多くの成功をクラブにもたらしたレーハーゲルだったが同シーズン限りでバイエル・ミュンヘンに引き抜かれる形で退団した。レーハーゲルの退団後、毎シーズンのように監督が入れ替わったが上位に進出することは少なくなり、フェリックス・マガトが監督を務めた1998から99シーズンは二部降格が現実味を帯びるなど、 急速に成績が悪化、シーズン終盤に、マガトを解任し、リザーブチームを指揮していたシャーフが監督に昇格。シーズン残り4試合で三勝して、残留を決めた。リーグ戦では会に低迷したが、一方で、DFB ポカールでは決勝に進出すると、バイエルン・ミュンヘンを11の同点から、PK 戦の末に54と下し、10年ぶり3回目のタイトルを獲得した。 2004年の DFB ポカール優勝を祝福するサポーター DFB ポカールでの優勝により国際舞台に復帰し UEFA カップ1999から2000ではフランスのオリンピックリオンやイタリアのパルマ FC を下し準々決勝進出を果たしたその後ブンデスリーガでは中位の成績に止まり国際舞台からも遠ざかったがクラウディオ・ピサロや トルステン・フリンクスといった若手選手の売却により、財政的な恩恵を受ける一方で、ヘルツォークやマルコ・ボーデーラといった、レーハーゲル時代を支えたベテランに代わり、ジョアン・ミクーやイヴァン・クラスニッチらが、新たに加入。ミクー、クラスニッチ、アユトンの攻撃陣を要して2003から04シーズンには、ブンデスリーガと DFB ポカールの2冠を獲得した。 2004から05シーズンは、シーズン開幕前に、アユトンが退団したが、ミロスラフ・クローゼが、新たに加入。UEFA チャンピオンズリーグ2004から05では、決勝トーナメント1回戦にて、フランスのオリンピックリオンに2試合合計2の10という、記録的な敗戦を喫した。2005から06シーズンは、フリンクスが復帰し、 センターバックのナウドを獲得するなど陣容が整う。UEFA チャンピオンズリーグ2005から06、決勝トーナメント1回戦にてユベントスを相手に2戦、合計4から4と、アウェーゴール差での敗戦となった。ブンデスリーガでは、バイエルン・ミュンヘンに次いで2位に終わったもののクローゼが25得点を、上げて、得点王となった。2006から07シーズンは、 シーズン開幕前に、未空が対談したもののポルトガルの FC ポルトから、ジエゴが加入。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では、グループリーグにおいて、チェルシー FC や FC バルセロナと同組となったものの、ホームでチェルシーを破るなど、グループリーグ最終節まで決勝トーナメント進出を争った。グループリーグ3位となり、 出場権を獲得した UEFA カップ2006から07ではベスト4に進出した。ブンデスリーガではシーズン終盤まで優勝を争ったが最終的に3位となり UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。1999年から2013年まで監督を務めたトーマス・シャーフ2007から08シーズンはシーズン開幕前に クローゼが、バイエルン・ミュンヘンへ移籍。UEFA チャンピオンズリーグ2007から08では、グループリーグにおいて、ホームでレアル・マドリードを破りながらも、オリンピアコスに2敗を喫し、グループリーグ3位での敗退となった。また、決勝トーナメントより出場した UEFA カップ2007から08においても、レンジャーズに破れベスト16止まりとなった。 ブンデスリーガでは2005から06シーズンと同様に、バイエルン・ミュンヘンに次いで2位でシーズンを終えた。2008から09シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では、グループリーグにおいてインテルに1勝1分と、検討したが、パナシナイコスに1敗1分、アノルトシス・ファマグスタ FC に2分と勝ち点を落とし、グループ3位で、 UEFA カップ2008から09へと回った。UEFA カップでは、決勝トーナメント1回戦で AC ミランを下すなど決勝まで進出するも、決勝で自衛ゴを累積警告による出場停止で書いていたこともあって、シャフターールドネツクに延長戦の末に1から2で敗れ、準優勝に終わった。ブンデスリーガでは10位と振るわず、 旧シーズンぶりの2桁順位に終わった。クラウディオ・ピサーロが17得点を挙げ、MF、メスとエジルが15アシストの活躍を見せたが、50失点した、守備陣が、穴となった。一方、DFB ポカール決勝では、エジルの決勝点で、バイエルレバー空前を下して優勝し、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10の、出場権を獲得した。 2009から10シーズンは、シーズン開幕前にキャプテンを務めていた MF、フランク・バウマンが引退、ジエゴがユベントス FC へ移籍したが、代役として、マルコ・マリン、ティム・ボロースキが2年ぶりに復帰した。UEFA ヨーロッパリーグでは、決勝トーナメント2回戦で、バレンシア CF と2試合合合計で5の5と引き分けたが、アウェーゴールの差で敗退したが、 ブンデスリーガでは3位でシーズンを終え UEFA チャンピオンズリーグ2010から11の出場権を獲得。一方、DFB ポカールでは2年連続で決勝進出をしたが、バイエルン・ミュンヘンに0の4と大敗した。2010から11シーズンはシーズン開幕前にエジルガ・レアル・マドリードへ移籍。UEFA チャンピオンズリーグでは プレイオフを通過し本戦に出場したが、イタリアのインテルに1勝したのみで、グループリーグ再開で敗退した。ブンベスリーガでは13位でシーズンを終えた。2011から12シーズンは、シーズン開幕前にフリンクスとペアメルテザッカーが、対談し、DFB ポカールでは1回戦で3部リーグの1、FC。 ハイデンハイムに1から2で敗退。ブンデスリーガでは、シーズン前半は優勝争いに加わったが、ウィンターブレイク後のシーズン後半は17試合で、勝ち点13を獲得するに止まり、最終的に9位でシーズンを終えた。2012から13シーズンは、シーズン開幕前に、ピサロ、ナウド、ボロースキ、マリンといった主力選手が対談すると、 1999年からゼネラルマネージャーを務めていたクラウス・アロフスも2012年11月に退団した。ブンデスリーガでは会に低迷すると2013年5月15日にシャーフ監督は退任、最終的に14位でシーズンを終えた。2013から14シーズンはロビン・ルッドットが監督に就任。 DFB ポカールでは1回戦で3部リーグの1、FC、ザールブリュッケンに1から3で敗退、ブンデスリーガでは12位でシーズンを終えた。2014から15シーズンは、開幕から不審に陥り9試合消化の時点で4、分け5敗となり、10月25日に、ドッド監督が責任を問われ解任された。公認には、 ゆ二23監督のビクトル・スクリプニクが就任し、最終的には一部残留を果たした。2015から16シーズンも、終始残留争いに巻き込まれたが最終節、アイントラハとフランクフルト戦で勝利し、残留を確定させた。2016から17シーズンは、DFB ポカール1回戦で3部のシュポルトフロインで、ロッテに1から2で敗退。 リーグ戦開幕後もバイエル・ミュンヘンに0の6で大敗するなど公式戦4連敗を喫し、9月18日、スクリプニーク監督は解任された。後任は U23 からアレクサンダー・アヌリが監督に就任し、途中で11戦無敗を記録するなど、最終的には8位でリーグ戦を終えた。2017から18シーズンはまたもや開幕から10試合。 未勝利が続くなどを低迷し、10月30日、ヌーリー監督が解任された。暫定監督として、ベルダー・ブレーメンにから、スクリプニック体制で2年間アシスタントコーチも務めた、フロリアン・コーフェルトが昇格して就任し、年内までの指揮を取ることが発表された。12月には、自動降格圏内を脱出したため正式に監督に就任。 さらにシーズン終了後には、ケルンから大迫優也を獲得した。2018から19シーズンは、直近9年間で最多の勝ち点53を積み上げ、最終節まで、欧州カップ戦出場を争うなど、L 出場圏内の7位まで、あと一歩の8位で、リーグ戦を終えた。シーズン後には、コーフェルトとの契約を2023年まで延長した。 2019から20シーズンは、夏の移籍期間で、攻撃陣の柱マックス・クルーゼが、フェネル・バッフ・チェース・ケへ移籍し、代わりに、ニクラス・フュルクルクやレオナルド・ビッテンコートなどが加入した。昨シーズンからの飛躍が期待されたが、開幕すると守備陣に怪我人が出始め8月末に、ミハエル・ラングを、レンタルで緊急補強。 9月の国際 A マッチで期間中には早くも10人目の不祥離脱者が出るなどを止まらず、その影響もあってか5節から17節まではすが一生に止まるなどを低迷した。33節終了時点で自力残留が消滅し自動降格権の17位で40年振りの二部降格が現実味を帯びたが最終節 1FC ケルン戦に6-1で勝利し、 フォルトゥナ・デュッセルドルフが敗れたためかろうじて16位に、浮上し入れ替え戦へ進んだ。1、FC ・ハイデンハイムとの入れ替え戦は2戦、合計2から2であったが、アウェーゴール差により残留が決定した。2019から20シーズンを苦しみながら、ブンデスリーガ残留を果たし、20から21シーズンも不調ながら、残り10試合の時点で降格圏に9ポイント差の12位に、 検討。しかし、ここから勝ち点1しか積み上げれない、連敗時刻に陥ってしまう。最終節を前に、フロリアン・コーフェルト監督を解任し、トーマス・シャーフを電撃復帰させる、荒良事に打って出たものの、最終戦も破れ41年振りの二部降格が、決定した。 サージェント19日、天候と中、大葉様8、アウグスティンソンゴグロース36、エッゲスタイン35ムボム34トップラク21フリードル32ゲブレセラシェ23パブレンカイチ中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、e、EU 圏外選手を示すインチ。選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。サッカー部門の23歳以下の選手を対象とした、リザーブチームは1899年4月2日に創設された。これまで、ドイツアマチュア選手権で3回優勝した経験があり、2014年の時点では、 レギオナルリーガ北部に所属している。また、ブレーメンポカールでは20回の優勝経験があり、最多優勝記録となっているが、2008年以降は大会から除外されている。サッカー部門の21歳以下の選手を対象としたリザーブチームは、ブレーメンリーガで3回の優勝経験があり、2014年の時点で同リーグに所属している。 1970年代のわずかな期間を除いて、クラブは競技スペースの欠如を理由に、女子サッカー部門の設置することはなかったが、2007年に新たに創設された。女子のトップチームは2014年の時点で、女子サッカーに、ブンデスリーガに所属している。女子部門と男子部門があり、2014年の時点で女子のトップチームは3、リーガに、 女子のリザーブチームはオーバーリーガに所属している。一方、男子のトップチームとリザーブチームは2014年の時点で共にブレーメンリーガに所属している。男子部門と女子部門があり、男子のトップチームは2012から13シーズンの卓球ブンデスリーガで優勝した実績を持つ。2019年現在以下の選手が所属している。かつては、 日本の岸川清成なども所属していた。ありがとうございます。